ユズのジャンプが目の前に、羽生譲る展で採用された新技術。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。4月11日から23日、日本橋高島屋で応援ありがとうございます。羽生譲る展が開催される、読売新聞社が撮影したこれまでの写真を中心に、衣装やスケート靴、 メダルなども展示されるという。また、この展覧会で行われる新しい試みが話題になっている。展覧会に来場した人が、自分のスマートフォンにアプリをインストールして展示してあるパネルにかざすと、AR 動画が見られる仕組みになっているんです。スポーツライター。AR とは、オーグメンティドリアリティ、拡張現実の略で、最近活用されることの多くなった技術だ。スマートフォンの画面を通して、 そこに 3D 映像があるように見えたり、動画、360度の映像が見えたりと、多彩なビジュアルコンテンツが楽しめるのだ。写真展はどうしても静止画のポーズ写真だけになってしまいますが、AR を併用することで、静止画が動き出したように見え、ハブ選手が演技の醍醐味であるジャンプや華麗な動きも体感できるとあって、これは大きな話題になるのではないでしょうか。全室スポーツライター。ファンにとっては、 海のハブ選手が飛び出してくるようで、楽しめることは間違いなし。この AR 機能、写真展では初の試みだというが、何でも一番が大好きなハブ選手にとっても嬉しい試みなのかもしれない。芝講師、羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平イオリンピックでも金メダルを獲得し、 オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。